山梨県立富士遊水の里水族館は山梨県南鶴郡をの村にある淡水魚の水族館、森の中の水族館とも呼称される。2001年に県内初の水族館として開業。山梨県内で養殖されている淡水魚を中心に火星や湖床に生息する淡水魚や水生生物について扱っている。また、 周辺地域の生息分布調査や仏土城等の気象淡水生物の繁殖試験などの活動も行っている。館内には階段の周囲を取り囲んでいる二重海遊水槽や河川の源流中流までをモデル化した水槽等がある。2階には二重海遊水槽内の水中カメラを操作する端末やパソコンで魚の絵を描くコーナー等が設置されている。 外には濃い塔が泳ぐ池があり、その池と館内の境目がガラス張りになっているため、池の中を泳ぐ魚を館内からベンチに座って観察できる構造になっている。2001年4月25日、山梨県立富士遊水の里水族館開業2009年4月1日、指定管理者制度のもと、株式会社企業屋による管理、運営が開始2012年7月20日、 2010年に山梨県西湖で再発見された国スの人工受精により孵化した事業を期間限定で展示2014年4月1日指定管理者制度の更新により再度株式会社企業屋による4月23日国スの制御を期間限定で展示1回20回遊水槽水族館の中心に木座橋をまたいで設置されている大型のドーナツ型水槽 水量約180トンの水槽は、中心を押し切られた二重構造になっている。水槽の外側には、大型のニジマスやイトウ、ベステルチョウザメが展示されており、内側には、小型のニジマスやカワマス、ブラウントラウトなどが合計約3000匹展示されている。水槽の内側に入ることができ、魚を下から見上げる水中トンネル部分や、階段状になっている内側部分、 仕切られている構造がよくわかる2階部分と複数の視点から観察できる水槽となっている。横見水槽水族館外にある池を断面で見ることができる水槽。体長1メートル以上の蝶ザメや草魚などが約20種300匹展示されている。水槽前にベンチが設置されており、森の中で水中にいるような不思議な感覚を楽しめる。また、初夏には、 約8000匹のアユの群れを見ることができる。深みの魚水槽、流水水槽、水槽水槽、岸辺の魚水槽、企画水槽2階2階、企画展示コーナー、シアターホール、ブラウジングコーナー、マイクロアクアリウムコーナー館内の大型水槽は、飼育水に透明度の高い富士山の湧き水を使用しており、魚が空中に浮遊しているかのように見える。 9時18時20人以上の団体は1人当たり330円年間入館券は1240円20人以上の団体は1人当たり170円年間入館券は620円県民の非条例第5条に基づき11月20日の県民の日には県有施設の入館無料山梨県立富士有水の里水族館設置及び管理条例指定管理者の導入施設一覧に ついて、日本の水族館をしの八海大国指定の天然記念物、世界文化遺産富士山標高の高い水族館、縦ナアミューズメント水族館、箱根園水族館、ありがとうございます。